はい、社畜の3分クッキングってことでね、今回はエリート社会人の作る朝ごはんを皆さんにお届けしたいと思います。まあ、ちなみに語呂がいいんで3分と言ってるだけで3分で作れるレシピではございません。3分以内に紹介できるよう頑張ろうかなっていう動画なんで、そこんとこよろしくです。はい、今回はオニオンリングを作っていきましょう。まずは玉ねぎですね。大きすぎず小さすぎず中ぐらいのサイズを用意してください。結構ボリュームが出るんで、一人暮らしのぼっちが大きいサイズ選んじゃうと確実に胃もたれを起こします。皮を剥いた玉ねぎは輪っかになるように横方向に3等分にカットしておきましょう。で、こいつを玉ねぎの各層ごとにバラバラにしていきます。こうやってほぐしていくと1枚ずつだと結構薄く思えてしまいますが、この後ごっつい衣をつけることになるんで、あんまり調子に乗って玉ねぎを厚くしてしまうととんでもない化け物が生まれることになりますね。で、お次が衣作りです。今回の衣にはこちらのビールを使っていきましょう。ビールのシュワシュワっとした発泡感や風味を生かしたサクサクな衣を作ります。今回用意したのが 350ml 缶になりますので、 290ml は胃袋へぶち込み、残りの 60ml を使用していきます。まずはホイッパーを使って卵をほぐしていきましょう。白身のデロンデロンが残らないようにしっかりと混ぜてください。あとはそこへ飲みたかったビールとマヨネーズ、塩を少々と薄力粉と片栗粉、あとは旨味要素で粉チーズとパプリカパウダーを投入したら、ホイッパーを使って上からトントントンと叩くようになじませていきましょう。まあ一応今回の生地はしっかりとしたちょい重めな感じなんですが、あんまりゴリゴリ混ぜてしまうとでんぷんの影響で超重めな生地になってしまいます。粘りのあるもちゃっとした状態は避けたいので、なるべくこうやって少しずつ水分をなじませるように心がけていきましょう。さあ、お次は厚手の袋に玉ねぎと薄力粉を大さじ2から3くらい入れて、口を閉じてシェイクしていきます。袋に空気を入れて空間を作ってあげると混ぜやすいですね。揚げ物を作る際はこんな感じに粉をまぶすことが多いと思いますが、この粉が食材と衣をくっつける接着剤のようなものになるんですよね。これがないと揚げた際に食材にくっついていた衣が滑ってペロンと剥がれやすくなってしまうので、この粉をまぶすという工程は特に丁寧に行うようにしましょう。さあ、それでは早速揚げていきましょう。油を温めたら粉をまぶした玉ねぎをたっぷりと衣にくぐらせます。油の温度はだいたい170度ぐらいですね。衣を落としたら一瞬底について速攻浮き上がってくるような感じです。そしたらそこへどんどん玉ねぎを投入していってください。揚げ物をする際に食材同士が動かないぐらいにギッチギチに詰め込んじゃうと失敗の原因にもなるんで、まあ揚げる回数が増えるのはちょっとめんどくさいかもしれませんが、なるべく余裕を持たせて何回かに分けて揚げていくようにしましょう。あとは色の様子を見ながらたまにくるっと返してあげまして、こんな感じにこんがりと色づいたらいい感じですね。こういったリングになれなかった端っこの方で味見をしながらどんどん引き上げていきましょう。あとは焦げてしまわないように余分な衣を網ですくい、温度を調節しながらどんどん揚げていきましょう。で、ここから大切なポイントなんですが、熱々のうちに塩を振ったらレモンやパセリを添えて速攻で食べましょう。揚げたて熱々をすぐに食べる、これが揚げ物にとって一番大切なことかもしれませんね。熱々のオニオンリングをレモンで爽やかにいただくってのもまた最高です。ただ飲み会の場ではレモンいいっすかの確認は忘れないようにしましょう。運ばれてくる料理全てに速攻でレモンかけるようなやつは職場で浮く傾向にありますからね。では今回も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あざした。